はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回、呪術廻戦ファントムパレードやっていくんですけど、ガシャちょっと引いていこうかなと思います。いや、11月24日からイベント始まるから、そのタイミングでキャラクターが追加されるかもしれないんだけど、でもね、トゲくんが欲しい僕は。だからトゲくん狙って、まあちょっと軽くねガチャ引いていこうかなと思います。そんな20連ぐらいちょっと引いていこうかなと思います。まあまだ一旦ね、ちょっと今は新キャラっていうか、やっぱ SSR キャラ確定で、結構もう狙うキャラをゲットできちゃって、要は僕最初もともとね、五条先生が出るまでもう課金し続けようかなって思ってたんですよ。まあでもそれも SSR 確定で、しかも引き直しができると、そういうのがある、まあ、150万ダウンロードのおかげでね。だからまあそんなにガチャをなんか今はとりあえず頑張らなくてもいいと。だからバウンティーラッシュでいうと工場キャラみたいなもんだと思うんですよね、今後このキャラクターたちって。だから新キャラが出てきた時にがっつり、まあそのなんだろう、ガチャを引いていけばいいと思うんだけど、でも早めにトゲくんが欲しい。今ですね、昨日多分動画上げてると思うんですけど、もうがっつり今ストーリーを進めちゃおうかなと思ってまして、なんか結構きつくなってきたんですよ。まあ、まだ全然レベルとかもさ上げてないからなんだけど、だからまあいろんなキャラをその試して、同じキャラでずっと行くよりさ、いろんなキャラを試してとか、あと五条先生が帰っちゃった後のサポートとして SSR が1体欲しい。それが一番大きいかな。 SR 五条先生バイバイって言って帰っちゃうからさ、その時にちょっとできればサブとしてね、ちょっといてほしいので、今回ちょっとガチャを引いていきたいなと思います。で、引くのはどうしようかな。一応 SR 以上確定と、まあ、これはもう全部もう使っちゃったからね。まあそうだね、ファンパレガチャより絶対こっちの方がいいよね。はい。で、持ってんだよな、ピックアップでさ、もう虎杖君持ってるから出てきたらちょっと困るってのはあるから、こっち行こうか。そうね、こっちで行きます。はい、じゃあこちら行きましょう。まずじゃあ一回ちょっとなんか1日1回100円でいけるんで、これちょっと引いてみましょう。あの最初ね、あの役払いというか役払いとしてちょっとこちら行きたいと思います。まあガッツリカットでいこうか。ここはまあスキップでいいしょ。まあまあまあ五条先生ね。あとそうか、五条先生のあの階層も欲しいかもしれない。五条先生の技もぜひ欲しいので、じゃあ行きましょう。行くぞ。こっちでいいよね、これで大丈夫だよね。はい、さあどうだい、来てくれるというのかな。まあまず演出は五条先生の確定演出はなしと。で、国戦もまだ出てなさそうだな、これ見てる限り。いや、でまだわかんない、まだわかんない。こっから色が変わってくれ。金虹なし。まあ、なるほどですね。じゃあもう一回いきましょう。もう一度いこう、これでいこう。20連でとりあえず、でこの後ちょっとストーリーやっていくかな。さあ来い、トゲくん。とりあえずまず確定演出来てくれ。確定演出が欲しい。確定演出ないな、今んとこ。多分今んとこない。国戦が出たりとか、五条先生が最初に出てくるみたいなことがないと、虹ないか。ないかマジマジ。じゃあ最後行くわ。もう一回行く。もうこれで終わり。これで終わり。どう ?30 連目なんだ、何かしら。来い、あ、来た。これいいんじゃない今。決定権出たでしょ。まあ、国戦ではないけど。決定権来たから、おそらく何かしら来ると思う。虹1枚は来てくれよ。どうだ、うわー、来なかった。まあ、それが普通よ。しゃあない。前回が良すぎたんだ。そうか。まあまあ、いいや。よくはない。いやー、トゲくん欲しいよ。いや、選べるでさ。でも、五条先生は絶対外せなかったからさ。でもちなみに僕最初トゲくんだったんだよね、選べる SSR のやつ。うわ、なんかちょっとすごいモヤモヤする。じゃあちょっとクエストいきたいと思います。メインクエスト、前回ですね、こちら京都、京都高専と多分戦う、東堂とかと戦うんじゃないかな、これ。ちょっと今回こちらやっていきたいと思います。んで、あの例によってストーリーは、あ、てかサポートさ、ちょっと待って、間違えた、サポートを、サポートを誰か、同キャラ編成中だからできないんだよね、これ多分。別、あ、トゲくんいるじゃん。トゲくん行きましょう。これ、サポート。これで行きたいと思います。なんかサポートつけてないですよーっていうのがあって。ありがとうございます。ちょっとサポート入れていきます。まあ、これからオンラインがあると思うんだけど、唯一の、まあ、ちょっと、
オンライン要素というか今のところはね。でちょっとここストーリー本当はスキップしたくないんだけどね。さあ、上がってこい。あー、スバニー、スバニー、やっちゃっていいの。さて、じゃあ、弱点はつけないけど、とりあえずカッコつけてもらえます。じゃあ改装して、でそうだね、あー、虎杖君はまあ弱点、やっぱりなんかあれだね、キャラクターに結構、いやでもなー、極度の集中したくない、北戦をちょっとやりたい。いやでも三段蹴り、三段蹴りか、とりあえずまずは。でそうだね、これはもう絶対だ、もう体術下げた方がいいわ。で弱点つこう、よし、これはマキさんがかなり使えるわ。6400でアタック、会心抵抗ダウンからの体術ダウン、いいぞいいぞいいぞ、体術ダウンがきついんじゃないか。ラリアット922、強ーい、効かない、ごめん、僕無加減。さあもう一度生かしていただこうか。ねとりあえずどんどん体術下げていって攻撃 OK、まあ、基本的には大丈夫でしょう。これでどうだ、よし、いいぞ、死ぬ気で守る、効かない、ごめん、僕最強だからやばい、虎杖君が狙われる。なんかねコメントでその五条先生でなんかサポートキャラカードかなんかサポートでそのキャラクター、そのサポートにつけたキャラクターになんかその標的を生かせるっていうのがなんか強いらしいですね。で五条先生にずっと標的を移すみたいな、それがいいらしいんだけど、まあちょっとそれはね本当に勝てなくなった時にやろうかなって思います。でもコメントすごいありがとうございます、マジで嬉しい。そういうのこれがねやっぱり狙われやすくなるらしいんですよ、そのサポートをつけるとね。まあでもちょっとさすがにねそれやるとちょっとあれだから、まあ本当にやばいなってか、もう勝てねえ相手って思ったら、ちょっと花見の時がすごい楽しみなんだよね。まあ、みんな結構コメントで花見とか、あとは第8章の柔軟がなんかかなり厳しいみたいな感じで言ってたから、そこら辺まで来るの早く楽しみですね。あーフォロー、あーフォローはちょっとあれかな。いいね、トゲくん使いたい。ちょ、そうか、トゲくんがいるんだったら五条先生いなくなっても大丈夫なのか。よし、じゃあちょっとどんどんこっからストーリー進めていきましょう。でまた今日どっかでストーリーをがっつり進める動画上げますので、昨日の夜にもう一気に上げるなんか40分ぐらいの動画上げたので、よかったらちょっとストーリー気になる方は、ストーリーっていうかなんかこうやって今がっつり進めてるんですけど、それをしっかり見たい方はぜひそちらをご覧ください。はい、五条先生が無料空襲やったよしの準備、うわそうか、このうわここ待って、ストーリー見たいな。でもな、今はちょっとがっつり進めたい、っていうか対戦をねメインにちょっとしたいから、これはまた別動画でやります。はい、これを全部見せるっていうのを生放送でやるのはちょっと違うから、まあなんかなんだろうな、もう2時間とか3時間ぐらいの動画にして、僕の声一切なしでストーリーのみみたいな、そういうちょっと動画を上げて、まあそちらをちょっと見ていただければなと思います。まあサポートも一応入れとく。あ、いいね、トゲくん、ずっとトゲくんでいいじゃんこれ。トゲくん行こう、トゲくん決まってこうぜ。いやトゲくん人気やばいよね、強い弱いじゃないの、トゲくんがいいのよ。さあ行こうか、よろしくお願いしますよ。え、ウェーブ 1? え、全然余裕じゃん、大丈夫なのかい。え、ボコボコにしちゃうけど大丈夫なのかい。やらせていただきますよ。じゃあさよならです、はい、バイバイ。え、なんでこんな、あーでもこいつ強いな、ちょっと強いキャラクターいるな一体。ごめん、僕最強だからやっちゃっていいの僕最強だからいけないよこれ、大丈夫。いやこれさ5ターンぐらいにした方がいい気がするんだけど、いやでも今だけか今はこういう感じだけど、多分後半行くときつくなるだと思う。はい、てかフォローもあれだな、なんかどんどんしちゃいたいけど、一旦ちょっとまだ後にしよう。オンラインとかが追加された時にちょっと なんだろうな、生放送とかでフォローしてくださいっていうのがあったらフォローしていくみたいな、そんな感じしていこうかな。はい、まあとりあえず今はもう一人で、わかんない、土の子さんとかさ実況者さんの仲間の人とかでなんかっていうのはあるかもしれないけどね。はい、あ、そっか、真人と吉野純平のあのシーンか。とりあえずちょっとスキップで、はい、よし。いやでも楽しいわ、でこっからさらに楽しくなってくる。てか昨日の動画をぜひ見てほしい。まあこれ大丈夫か、なんか応募する時以外ちょっとサポートはそのまで行こう。なんかさ昨日の動画で
まあちょっとネタバレになるからあれなんだけど、そのとある特急と戦ったんですよ。超いい勝負だった。あれはね、あれはマジで大爆笑した。あ、ごめん、強い強い相手だった。マヒトだ。待て待て待て、サポート入れてないでごじゃるよ。まずはやっぱり改造、いやでもこれどうせ改造人間さ、あれでしょ、どうしようかな。いや弱点狙ってこうか。多分改造人間どうせ、あ、ちょ待て、だったら改造でこれかな。でまあ一応そうだ、いや待て、極度の集中するか。いや三段蹴りかな。まずは改造人間は、いや全体行くか、全体行こう。で改造人間は3人で倒していって、どうせなんかまたあの、まあ、人倒さないと召喚されそうだけど、勝って、まとめてぶっ飛ばす。あ、硬いね。あ、これはまずいね。これ強いぞ。あん、せん、効かない、僕最強だから。待て待て、まずい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 。これは最初改造人間やるべきかな。最初改造人間行くか。これさっき今体術になるのかな、マヒトって今のって。ちょ体術ちょっと打っとくか、体術をちょっと。うーん、改造人間行こう。一番ちょっと寿命なんか、これで体術ダウンさせる。これで落ちたかな、体術になるのかこれ。あーごめん最強だからごめん最強だから。よしよしよし。でも逆に言うとこれ五条先生あと5ターン、いや5ターンもあるわ。極度の集中やるか。で体術下げる。一応術式の開示するか、一応しとくか。クリティカル上げて、で次に必殺技まだなんだよな。とりあえず極度の集中 OK で倒せない。あっ、あ、しまった。いや次でいける。ごめん俺最強だから、ごめん僕最強だから。やばい、なんかやろうとしてる、なんかやろうとしてる。自閉炎農家か、自閉炎農家じゃないこれ。まずい、ちょ待て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 。でもいやでもだからこそ今は、ちょ待て、だからこそ今こっちだ。自閉とかだったら全体か、全体でいこう。でまず改造人間倒そう。一人にしよう、一人にしないとまずい。オッケー、これで、あとはブレイクはまだできんもんね。これ自閉とか無意天変か。ごめん最強だから。マジでごめん、なんかごめんね、悪い、最強なんだ。いいんですかねこれ、本当にこれは許されるんでしょうか。さあ、あ、そっか、ごめん、これ体術アップだからこれ意味ないわ。体術アップの時にやんないといかんかった、しまった。てか変えなかんな階層、正直あとレベルも上げないといけないよ階層の。そろそろちょっときつくなってきた。あーでもやっぱりあれだ、体術っぽいな今のは。どうする、じゃあちょっととウィークだからちょっと体術ぶつけてみるか。体術の三段蹴り、一応黒線が発動するかもしれんから。あ、待て待て待て、発動してからのこうだな。んで体術下げので、次で必殺技打てると思うんだよね一気に。4900、あーどうなんだろうな。4900だったら今術式のが良さそうな気がするな。お、来た。あー、そうかそうか。でこれで体術ダウンで一文字切りで、次で必殺技、必殺技が連打で打てる。じゃあ通常攻撃して、でブレイク成功したので黒線。よし、オッケーオッケーオッケー、また必殺技で、これでどうだ、いけるんじゃないか。いやまだか、1万でこんなか。いやでもワンチャンある。4500、2700の4528、さらにマックさんで、さらに連携も攻撃もあるんじゃない、2900。そうだね、連携必殺マックさんと虎杖君で2800追加、トータル19000。そして最後にナナミンが必殺ゲージとか全て上がってる状態でガラガラ。うわ強い強い強い、4325。やったー、いいねー。いやでもマヒト強かったわ。まあサポート使わなくてよかったからよかった。まあまあ結果オーライということで。よーし、いいぞいいぞこれ。次が、あ、もうこれで第3章が終わる。多分マヒトがボスだよね。でもう1回ぐらいあるのかな、自閉炎動画使って。いやでも多分マヒトはまだか。次多分自閉炎動画使ってくるのは多分渋谷事変だから、
第4章とかでしょ。これで終わりだね。そうだね。いやこれちょっとごめんね、ストーリーはもうがん本当にちゃんと見せますので、見たい方はそのなんかストーリー一気見動画見てください。多分間違いなく著作権アウトになって、まあでも別に収入化しなきゃいいだけだから皆さんは大丈夫です、安心してください、関係ないです。間違いなく多分僕がずっと喋らず2時間3時間の動画やったらさどっかで絶対著作権アウトになるのよだから収入化オフにしてやります。はい、よろしくお願いします。あ、まだあるんだここで。次が多分戦闘だね、このあと。ここはしばらくなんか3話ぐらい、3か4ずっとストーリーなんだ。いやでもこれさ、なんだろう、こうやって今僕はとりあえず進みたいからやってるけど、見てて楽しいよねこれ。もうアニメを見てるような感覚で、結構細かくさ、ストーリーって言ってもさ、なんだろう、言い方あれだけど手抜きしてのじゃないじゃん。もうしっかり話をさ、なんかなんだろう、がっつり長く話をやってくる。あー全員あれだ、一緒かぶってろ、かぶってろ全員、ダメですね、サポートなしです。そうか、そういうのはやっぱり五条先生がほとんど、みんな五条先生になるからかぶりが多いんだね。よし、じゃあ行こうか、これ最後くらいにしようかな。はい、そうか、よし、そうだよそうだよ、よしの順平と戦わないといけないんだよ。やっちゃおうか。何がどっちが効くんだろう、体術。うーん、まあ術式いこうか。でまあちょっと全力でいきゃいいかな。多分体術じゃない気がするんだよな。まあ一応体術下げとくか。でまあ普通にいきますか。とりあえずまあ様子見で、様子見で。いやこれそろそろ本当にちょっとレベル上げないと、レベル上げましょう。これはいい加減ダメですね、もうちょっとかなりきつい、3章できついんでやばいって、マジまずいって。あーん、え、何があった、なんか明らかにデバフはかけられた。で体術上がるんでこっち行きます。はい、これだったら大丈夫。発動するから体術アップになるからね。よし、これで体術アップ、上がるね。え、能力か、ごめんね僕最強だから。こっちじゃないといけないのか。多分今デバフ状態がかかってるからだと思うんだけど、もう多分当たるかな。4400当たるね、 OK。 そうか、このターンだけ当たらないってから、要はデバフかけられちゃったって感じか。で今のだね、今のバリアがあるから、だからこれだったらその間はじゃあ能力上げよう、能力上げで。マックさんは骨、まあ当たらないけどこれでいこう。よし、さあこれで能力上げる、ダメージアップいける。で五条先生が4ターンで帰っちゃう、痛いわー。ちょっと待って、想像してたのと違う、やばーい、ちょ我慢、まずいですね、まずいですよ、これまずいですよ。7000、やばい、五条先生かえあと3ターンで帰っちゃう。いやでもガマが強いのよ、動けなくなるからね。これで全力でいけるんじゃないか。赤も打てる、赤は、あ、いらない、赤、玉剣とりあえず出しとく。であとは必殺連打でいけるかな。さあどんなもん食らう、赤1万いけ、ゴー、1万3000いいぞ。連携できるかこれ、五条先生と連携できるこれ。あー、オッケー、連携だね、オッケー、連携。マキさんと五条先生ってちょっとテンション上がるな。2万3000さらに必殺ゲージ上昇と。で次多分ガラガラ打てるね、よし。で技は打ってこない、オッケー、打ってこない、よしよし、いいぞ。じゃあ発動して体術、いやあれこれ当たんないことないもんね、大丈夫ね。体術で裏剣、体術下げ、そしてガラガラ、これでいけ、体術アップ4600、そんなに思ったより食らわなかった、やばい。五条先生が帰ります、これ待って、五条先生が帰っちゃう、しかも僕サポートキャラいないから、まずい、3人になる、やばいぞー、みんな五条先生帰らないで、やめたー、有利じゃないの、有利じゃないのこれ、負けてるの私たち。ちょ、本当にお願い、アモールの水をください、お願い、
アモールの水やばい、どうしよう。でもガラガラで、あ、ガラガラないんだった。いけるか、いける、全体攻撃食らわなきゃ大丈夫。時間があるほど、え、びくしゃびくしゃびくしゃ、帰るんかと思ったじゃん今。時間がいるほどで、オッケー、ガマで動きを止めて、あー、なんとかなりそう、なんとかなりそう、ガマで動き止める。止まらなかったか、よかった、ぶねー、強かった。帰らないで、帰っちゃうとこだったんだけど、いやー危なかった。 OK、 はい、というわけで今回はまあストーリーは結構やりましたけど、まあメインはね、トゲくんを狙って、30連やってみたんですけど、残念ながら、まあ、トゲくんは出なかったんだけど、まあでも、あの、え、うわ、なんかすごい気になる、すごい気になる、出た。この深夜こっち何、これ、これ何なんぞよ。あーあー、これね、呪術収集ね。まあちょっとまたこれは後でやるとして、とりあえずガッツリメインクエストも進めて、でガシャがどうなのかな、11月24日にイベント来るから、その時にもしかしたら新キャラ来るかもしれないので、まあその時にちょっとまた、ガシャ引けたら引きたいなと思います。はい、まあというわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。もうどんどんちょっとね、あの第、せめて第4章までいきたいですね。第4章のこれ4章の17話、領域調査、これはちょっと やって、ジョーゴと花見をちょっとゲットできるようにちょっとしとかないといけないので、はい、ちょっと頑張りたいと思います。で、イベントが11月24日ですね、こちら。おそらく開催されると思いますので、そちらもちょっと楽しみにしていきましょう。で、強敵もね、これもちょっと気になるんだよな。多分あれだろうね、あの、ボスラッシュみたいな感じだと思うんだけど、あの、ジョーゴとか、マヒトとか、そこら辺が一斉に出てくる、あの、順番出てくるみたいな。なんか無限階層みたいな、そんな感じだとは思うんだけど、全部クリアしたらじゃないかな、これ。第8章の12話が多分最後だと思うから、まあそこら辺、もうまあちょっと楽しみにしつつ、ちょっとどんどんやっていきたいなと思います。はい、というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあお疲れ様です。バイバイ。